それでは学習に行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちらで、全11問あるんですが、ちょっとこれは全部最後までやってるとですね、視聴時間が長くなって皆さんご覧いただけないので、この色のついた最初の6問行ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。サミさん、第一段落でございます。サミさん、注釈1箇所ついてますからね。でもさ、この第一段落ちょっと長いので、まずは全体像を把握していただくために一読をしていただきたいと思います。では通読をお願いいたします。サミさん、問いの A でございます。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。サミさん、これ合戦部1番、まず真ん中でございますが、 at once A&B、 A と B の両方。皆さん、この熟語の言い換えが選択肢の中にあるんじゃないか、そういう感じで皆さん選んでいただいたかと思います。で、そうすると皆さん、これも一発で決まりますよね。そうです。選択肢のハーでございます。Both A&B。A と B の両方。ただ皆さん、この at once A&B ですね。これをご存知なかったという方いらっしゃるかと思います。まあ、A と B の両方という意味なんですが、なぜそんな意味になるのか。このあたりのお話、皆さん、この動画の最後の方、ちょっとまとめてみたいと思いますので、少々お待ちください。ですね、今回はこの熟語の知識。おそらくそれを聞いてるだけだと思いますので、正解は歯ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、先ほどの段落後半でございます。こちらの問いの B の検討をお願いします。さあ皆さん、まず下線部の2番の左側でございますが、電話とカメラが点々点と書いてますよね。で、それがジョインと書いてますね。まあもちろんジョインと言われたら参加する。結びつけるんですよね。で、電話とカメラが結びついている様子でございます。で、皆さん、一つ手前の文章では、電話が耳に例えられてますよね。そしてカメラが目の役割。で、皆さん、これがジョインしてるんですね。で、もちろんこの文章はスマホの話でございますし、皆さんもお持ちですよね。ですから、イメージは湧くかと思います。で、先ほどの話に戻しますが、電話とカメラがジョイン。結びついてるわけですから、皆さん、これも選択肢結構一発でいけますよね。そうです。選択肢の2ですよね。working together。一緒に働いてくれてるわけですね。ですから、このオレンジ色と緑色の言い換えバッチリ。よって正解は2ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落でございます。まずは空所 X。問いの C でございますので、検討をお願いします。さあ、これは文法的な側面からいけそうですよね。で、空所右側は used。皆さん、動詞でございますので、自動詞なのか、他動詞なのか。使ったよー。なーにょー。そうです。うにゃうにゃ、おーがつきそうですので、他動詞。で、後ろに目的語があるのかなと思って見てみると、17,000。17,000。で、皆さん、times と書いてますから、倍数とか回ですよね。で、皆さん、その倍数とか回数、品詞はご存知でしょうか。そうです。副詞ですよね。で、皆さん、副詞だということがわからなかった方。そのあたりも皆さん、最後にまとめますので、少々お待ちください。ですから、use 他動詞の後ろに目的語があるかと言われたら、そうです。副詞なんですから、皆さん、目的語ではないですよね。目的語というのは名詞のこと。だと皆さん、思い出すだけですね。他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態。ですから、この空欄 X と used で受動態にすればいいんですね。ということで皆さん、少なくとも基本は be 動詞。あと皆さん、be 動詞をそのまま空欄 X に入れていいのかということですが、皆さん、左が after。まあ、前置詞と考えていただいてもよろしいかと思います。で、もちろん前置詞の後ろに be 動詞。動詞の原型そのまま置けませんよね。で、どうするのかと言われたら皆さん、ing にすればバッチリですね。そうです。being。で、一方、この after を接続したというふうに判断した方もいらっしゃいますよね。そうです。時や条件を表す接続詞。で、その後ろにいきなりやっぱり動詞の原型を置けませんので、ing にしよう。ですから、この after をどういうふうに捉えても、やっぱり正解は being。それでよろしいかと思います。さあ、続いて空欄 Y に関する問題でございます。問いの D ですので、検討をお願いします。さあ、まず文法的な側面から2択に絞りますね。皆さん気づいてるかと思いますが、空所の左側 seem。で、seem の右側形容詞。ですから、副詞の e と h が×。で、一方残った ローと2は皆さん形容詞ですよね。で、あと皆さん大きいのか小さいのか。で、おそらく皆さん、これ空所の左側、those numbers。これがどこを指してるか皆さん確認しましたよね。で、皆さん、左側遡ると、これ皆さん、偶然真上でございますが、17,000。で、その17,000と何を比べてるのか。わかりやすいのは空所の右側のコロン。皆さん、コロンと言われた皆さん、具体例。ですから、右側にヒントがありますよね。で、見てみると、皆さん、19,2 million。
皆さん9200万ですよね。そうです、9200万と比べたら皆さん1万7000、それは少なく見えますよね。ですので正解は2のスモールということでよろしいかと思います。さて第2段落の後半でございます。今度は下線部3番問いの E でございますので検討をお願いします。さあ皆さん、下線部3番の前後ですが、それにキュートネス、可愛らしさを与えてると書いてますよね。でその結果セルフィーズになってるわけですから、まあ、少なくともイートローはダメそうですよね。でレディーズはここでございますが、これ親戚のことですからね。で選択肢のローのサーニーズも、これサンドウィッチのことでございます。で後目さん、セルフかセルフィーかということですが、もう一回言いますが、可愛らしさを与えてセルフィーズにしてるんですから、正解はセルフですよね。セルフに可愛らしさを付け加えることでセルフィーズと呼ぶようになったわけですから、はーで問題ないと思います。ただ実は出版社によってですね、さあ2を正解にしていると、まあ、そういう回答もございますので、まあ、ちょっと学士がどっちを正解にしているかさすがにわかりませんが、まあ、今回はハーが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。注釈は1箇所ついてますからね。で画面ちょっと全部入りきらないので、まずはこの第3段落一読だけお願いいたします。さあ皆さん、問いの F でございます。カサム4番に関する問題でございますので検討をお願いします。さあ皆さん、文頭から見ていきますね。まずはナルキッソス、当然スマートフォンがない時代でございますし、セルフィーもないと。ですから自分の顔を確認する手段がもうこれぐらいしかないんでしょうね。水たまりの水に映った自分の顔、おおマジかって感じ。皆さん stared 凝視してますよね。そうです、自分の顔はこうでもしないと見れないんですよね。それが下線部4番のブラインドスポットになっていると。で、皆さん、オプティカルということですか、皆さん、自分の目のことですね。で、下線部4番の説明が右側に展開されております。そうです、昔はスマホがないわけですから、自分自身のことを見れないんですよね。で、自分自身のこともわからない。ですから、スマホやガラスなどがあれば自分の顔を確認することができるんですが、まあ、当時はないわけですから確認する手段がないんですね。で、皆さん、この下線部4番そのものもそうですし、下線部4番の前後、カメラの話は出てこないので、皆さん、まず E と2が×。そして選択肢のロ、makes us blind。これさ、目が見えなくなってしまうと書いてますよね。目が見えなくなる話じゃないですからね。あくまでも自分自身の顔、それを自分の目で見ることはできませんよ。そんな話でございますので、ロは×。となってくると歯がいいですよね。まあ、特に皆さんビジョンと書いておりますので視覚、目の話でございます。ですからそれ皆さんオプティカル、これとつながっていきますので、正解は歯ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最後のまとめいってみたいと思います。まずは左上ご覧ください。 At once と言われたら同時にという意味でしたね。で、それがカッコ2番 At once A and B、 それになると皆さん Both A and B、 A と B の両方で、こういう意味に変化しましたが、皆さん At once 同時にというところから、皆さん Both 両方という意味ですね。なぜこんな感じにつながっていくのかいまいちですという方、ピンとこないという方、皆さん同時にという状況、それをイメージしていただけると皆さんうまいことつながってきますよ。で皆さん右側をご覧くださいね。同時にという状況をこのペンを使ってやってみたいと思います。で何をするのかということなんですが、キャップを同時に外してみますね。こんな感じですね。そうです、同時にキャップを外しました。ということは皆さん言い方を変えると、オレンジと黒のキャップを両方外した、そういうふうにも言い換えられますよね。ですから同時にというところから皆さん両方、これにつなげるのはそんなに難しくないかと思います。そしてその下、倍数表現、品詞は副詞でしたね。そしてその下、時や状況を示す接続詞で、その後ろに ING とか加工文詞を直接置くことができました。ただこの2つの情報、なぜこんな感じになるのか、これに関する解説動画すでに存在しておりますので、リンク先は概要欄に貼っておきます。ですからもしこの後時間よろしければご視聴いただいてよろしいかと思います。ということで一旦画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね、皆さんの指なんて隠していただいて、で丸1番から丸5番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということでチャンネル登録もよろしくお願いします。